えー、実現は不可能ですが西村博之 v s 細井和子とっていう討論番組を見てみたいですおそらくレイザーラーモン一銭を怒らせたような結果になりそうですけど。 討論にならないんじゃないですかね細木和子さんって多分ご自身が見えてるものの主観を喋る人なので目玉焼きに醤油をかけたら美味しいよねってずっと言ってる人にソースの方が美味しいって言っても討論にならないと思うんですよねなのでそのなんかこう幽霊が見えるとかなんかその未来が見えるって言ってる人にああそうなんだこれねネタバレするからね一回でそう未来見える人に会ってみたいですよ僕 未来見える人があったらやりたいと思ってることがあってこれ言っちゃうとね未来見える人僕の周りに来なくなる気がするんですよね。未来見えるっていう人が目の前に来たら僕突然殴ろうと思ってるんですよ。だって未来見えるるんだったらさ絶対避けれるじゃんってことは避けなかったっていうことは受け止めて殴ってもいいって認識して殴られたわけですよねっていうと被害届出せないじゃん。だって未来見えてるって言ってるんだもん。 だからあの、ボッコボコにするっていうのができると思ってて、合法で、だから、自称、未来見えるっていう人に僕、会ってみたいんですよっていうのを言っちゃうとあの、未来見える人が僕の周りに来なくなってしまうので、ちょっと未来見える人には言わないでおいてください。 今夜やめて占い師は稼げますか？本屋は稼げないけど、占い師は稼げる人はめちゃめちゃ稼げるらしいのでね。だからその未来見えるっていう人がたまにいるんでね。ちょっと仲良くしたいんですよね。で、私の通っていた高校ではパーマは高速で禁止だが、ストレートパーマはオッケーでした。 チリチジガークでまっすぐは正義という考え方が疑問です当時細木和子のズバリ言わうっていうテレビ番組でも髪の歪みは性格の歪みと言ってましたテンパの私は人として終わってるんでしょうかちょっと細木和子さんはアフリカに連れてってもらっていいですかね <laughs> ちょうどあの南アフリカの動画あげましたけどあの南アフリカのソエトっていう地域に行ってあの髪の歪みは正確な歪みだっていうのまああそこ英語通じるんで英語で言っていただけるとあのなかなか面白い展開になると思うんで っていうぐらいあの頭の悪い人って世の中にいるんですよで頭の悪い人が言うことを間に受けるのって良くないと思うんですよねあのオバマ大統領も髪チリチリですよ <laughs> まあ元大統領ですけどあのオバマ元大統領アメリカの代表だったわけですから大統領ですよ <laughs> あのアメリカのトップにしたいと思って、多くの人が、アメリカの過半数の人が投票したわけじゃないですか。<laughs> そうオバマ大統領が性格歪んでると考えるのであれば、それ言ってる人の方が性格浮かんでると思うんですよね。まあ、トランプ大統領は歪んでると思いますけど、はい <laughs> トランプ大統領、髪の毛まっすぐですよ。<laughs> すみません、そうですね、人の性格悪いとか言よくないですよね、僕、人のこと言えないんでね。 えー、過去に占いの相性で仕事を雇われたりミスが気になるという理由で占いに連れて行かれたことがあります。それと違う会社です。えー、それ以降占いや生命判断が気になるトラウマになっています。ルークさんにとって占いとは何でしょうか詐欺。占いはカウンセリングであるみたいなことを言う人もいるんですけど、あのカウンセリングされたいんだったらカウンセラーに行けばいいと思うんですよ。当たらないんですよ。 あの本当に当たるんだったら当たるっていうのを証明していただけると多分あの世界中から称賛されるんですよね。あこうやると人の運命が読めるんだっていうのが証明できるのであれば多分人類の歴史に名前が残るんですよ。なのである程度こういう可能性がありますよっていうのをいろんな人に言って当たる人もいれば当たらない人もいるんですよ。例えば1年後にあなたの今の仕事絶対成功しますよって僕100人に言ったら多分5人ぐらい当たるんですよ。 でその後には「あひろゆきさんの言ったことが当たった」みたいになるんですけどそうやって要はあの何人かに言えば当たるよねって話なのでその占い師の占いをじゃあ100人したとして100人にこれを言いましたっていうのをちゃんと証明して出してくれれば「おすごいじゃん勝率高いじゃん」ってなるんですけど昔テレビ東京のパラビかなんかでその占い師レースっていうのでなんか元東大で占いの人かなんかと話をするっていうのがあって。 当ててられるんんすよっっいうのがあったんで確かね収録が金曜日とかだったのかなじゃあ2日後の競馬当ててくださいよって言ってでその場でなんかその JRA のサイト見てじゃあこの重賞のこのなんとか賞ってやつこれ当ててくださいよって言ってトランプかなんかこう引き出してでこれとこれが来ますみたいなこと言って案の定外したんすよね。<laughs> パラビとかまだあんのかなっていうのがあるのでまあやっぱ僕基本的に占い親信用しないですはい。えーと その人の情報を聞きながらこういうことしてそうでこういう性格だよねみたいなのをその読んであなたこういう性格ですよねっていうのを当てるというのは可能なんですよ。それはその人の立ち居振る舞いとか言われた時のそのリアクションとかで人って性格とか出ちゃうんですよ。例えばその今あなた悩んでますよね。仕事、恋愛、 お金とかって言った時に僕今「仕事恋愛お金」ってなんとなく3つ言ったようにあの聞こえるじゃないですか。で仕事って言われた時と恋愛って言われた時とお金って言われた時でその相手のリアクションを見るんですよ。で恋愛でちょっとリアクション違うなぁと思ったらあまあま多分恋愛なんだろうなぁというふうにでまあ人っていろいろ悩みあるじゃないですかみたいな今の3つを一般論として聞いたかのように言うんですよね。で でもやっぱり恋人とうまくいかないってきついっすよねみたいなことを言うと大体当たるっすよ。あでは恋愛の悩みって恋人とうまくいかないことなんですよ。でその相手が恋人とうまくいかないが彼氏がいないという恋愛のパターンだった場合「あでも彼氏はいないんです」って言うと「そうですよね運命の彼氏っていうのはなかなか見つかんないっすよね」みたいなことを言うと恋人とうまくいかないっていうので。 っていうのを外したにもかかわらず理想の彼氏が見つからないというのは俺は知ってましたよっていうそれっぽいことを言うことであ、この人は自分のことが分かってるんだみたいに誤解をさせるっていうのが可能なんですよもちろんこれに引っかからない人もいるんですよただ3人に1人ぐらい引っかかるんですよ であこの人は自分の恋愛のことが悩みがあるって分かってしかも彼氏がいないっていうことも見抜いたんだこの占い師の人すごいみたいに結構簡単になるんですよ。っていうのがあるので僕は占い師は信用してません。はい、以上です えー、手相の YouTube チャンネルを開設したアレギと申します。開設して1週間で収益化できそうですが、今後どのような活動をするとバズると思いますかアイデお聞かせください。視聴者数は45歳、65歳の女性が50%を占めてます。えっ、ー、と、僕がやるとしたら、勝手に有名人占えますね。手相分かんなかった人としても、適当なこと言います。 でそれっぽいこと言って当たってそうなことを言うとなんかこの人すごいのかもっていうのになってであの個人で占いしてもらいたい方はこちらからお申し込みくださいみたいなのやってで個人が勝手に占ってもらうみたいな。要は自分の好きなタレントの名前で検索する人って世の中に結構いて例えばそのじゃあジャニーズのタレントのこの人好きみたいなのでもうその人のなんかネタがあったら何でも検索しますみたいな人がいてっていう人が見てくれたりするんですよ。なのであの有名な人の名前でとりあえずなんか占い的なのを勝手に出しておくといいんじゃないかなと思います。 ちなみにあのこのビジネスモデルの最高峰をやった人があの大川隆法っていう人で「あの死んだ人が降りてきた」って言ってその人が言ってるっていう体で本を書いてしまうっていう「<laughs> 明治天皇が降りてきました」って言ってあの「こんにちは明治です」って言うっていうあのすごい面白いネタがあるんですけど <laughs> まあとはいえその明治天皇ファンの人はやっぱりその明治天皇が降りてきてその物言ってるんだったら興味あるじゃないですか。 っていうので、あの読んでしまうっていうので、ね、いろんなその死んだ人だけじゃなくて、生きてる人もたまにおろしたらしいんですよね。<laughs> なんか生きてる人が、生きてるんだけど、勝手になんかその人の生きるだってことにして、勝手人なこと言って本出しちゃうっていう。勝手に占って勝手に言うモデルってあのビジネスモデルが最高潮は大川ォ法さんです。最近亡くなられましたけど、はい。 まあでも幸福の科学の大川隆法がさんが亡くなって、で、池田大作さんもなんか多分亡くなってるらしいみたいな話が結構あるんですよね。で、統一教会も多分今年中にもう何らかやらざるを得ないので、なのでそこら辺でなんかこう、大御所信仰宗教がななんんか全部ちょっとゆらゆらすする時期なんですよそれが社会にとっていいことなのか悪いことなのかっていうのが結構難しくて、あの僕は宗教とか全く必要ない人なので、 別になくてもいいんじゃねでだからその統一教会みたいなそれに騙されてお金払う人がいなくなった方が社会にいいんじゃねって思うタイプなんですよ。だからその大川隆法さんと息子だよりひろしさんも信者から金集めたのはそれは悪いことだからもうさっさとその自分がもし競争になったらもうあの財産処分してあのお金破壊して解散するって言ってるんですけどただこういう考え方ってそのメンタル強い人の考え方なんですよ。 頼るものとか信じるものが最初からなくても大丈夫ですって一緒の考え方でただその幸福の科学とか統一協会とか創価学会とかに頼りたい人というのが世の中にいてでそういう人が世の中にいるというのは事実なんですよ でじゃあその何かに頼りたいすがりたいという人が統一教会なくなりました創価学会が減りましたで国土大学がなくなりましたってなった時に果たしてその不安な人たちが幸せになるのかっていうと結構微妙なんですよね。で長期的には僕はキリスト教と仏教と仏教と信教ね寺と神社頑張ると思ってるんですよ。要はその伝統宗教がもうちょっと頑張ってたら新興宗教の出番なかったはずなんですよ。 でもまあそのえっ、ー、と反発はあると思うんですけど例えばその生活困ってますっていうので街中でぼーっと座ってる人を一番最初に声かけるのって信仰宗教なんですよ。あなたの手相を見せてくださいって言ってなんかあの、まあ、光的なやつとかエホバ的なやつとか結局その困ってる人に声かけるっていうのを信仰宗教がやってるんですよ。でも本来 なんかか困っったたららアメリカ人だったら教会行くとか、まあ、フランス人でも教会でなんか飯配ってたりするので飯欲しいから教会行ってそんでその時になんかあのこう相談事乗ってくれたりとかでその困ったら宗教施設に行くよねっていうのが本来の文化のベースとしてあるべきだと思うんですよそのために宗教ってあの無税になってるっていう部分があると思うのでなのでその困ってるんだったら寺とか神社行こうぜっていうふうになってないんですよだって飯も配ってねえもんあのアメリカとかそのフランスの場合は飯配るから ホームレスになると、とりあえず教会行くんですよ。でも日本って寺も神社飯配んないから接点ないんですよ。なんかじゃあ行ってみて相談できる相手いるかっていうと、神社とか寺に多分誰もいないじゃないですか。なんか再選だけ言えろやみたいな箱があって、鈴ちゃらんってなりして金入れてさっさと帰れみたいな。 だから本来であればそこに誰かがいて相談相手になるとかその街中で困ってる人がいたら大丈夫って声かけるでそのなんかあのその宗教的なそのコミュニティが助けるとかっていうのが本来あるべきなのにお前ら何もやってねえのになんで免税訴訟だけ受けてんだよっていうのがあってなんで僕はその神社とか寺とかその日本のキリスト教がちゃんと頑張ってないのでここまで信仰宗教が伸びてしまったっていう問題な気がしてるんですよね。まあ反論はいっぱいあると思うんですけど。 なので、なんかその、新興宗教がなくなったときには、良かったよねではなく、そこで不安な人たちっていうのが出てしまうので、そこはもうちょっと伝統宗教頑張れよっていう風に思うんですよね。だからその、宗教がなくなって伝統宗教が取らなかった結果、なんかオンラインサロンとか、なんかうさんくせえインフルエンサーとかにはまって、なんかスパチャとかでバンバン金払って、どうでもいいこと聞いて、なんかあの、安心してっていうので、ずっとお金を取られ続けるみたいな、アホみたいなことになるわけじゃないですか。だから社会としてあんま良くないと思うんですよね、そういうなんか、インフルエンサーがスパチャ取るみたいな。